皆さんこんにちは、サニーです。この日は日比谷に来ました。何をしに来たかというと、ミッドタウンに映画を見に来たんですね。2022年初の映画館1本目、何を見ようかというところなんですけど、地下鉄から地下1階のフードコートを通って4階の東宝シネマまで移動します。このね、映画館一番好きかもしれない。一人でよく来るんですよ。何が好きかっていうと、やっぱこの景色なんですけど、日比谷公園が広がっていい感じよね。お目当ては明け方の若者たちという映画。お昼だったんで、ちょっとランチもしたいなと思って、軽く食べれるようなものを探してます。これって初めからマスタードかかってますか？はい、お待たせいたしました。マスタードね、ありがとうございます。はい、じゃあケチャップだけで。はい、かしこまりました。お待たせいたしました。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。ここはコスタのコーヒー選べるから嬉しいわ。今映画を見終わりました。恋愛の映画って思ってたんやけど、男同士の友情の部分、そっちの方にこう気持ちが引っ張られてグッときました。これから社会に出ていくぞっていう20代の時期、一瞬をマジックアワーっていう風に例えてるんやけど、自分のマジックアワーはどうやったやろうとか、その時期から今の自分を見たらどういう風に見えるんやろうとか、違う観点で自分のことを考えたいなって思う時に、ちょっと新しい角度が入ってくる映画なんかなって思ったな。カフェに移動して余韻に浸りたいと思います。日比谷ミッドタウンから5分ぐらいのところ。このカフェに入ろう。城崎カフェだ。前を通ったことあったんだけど、ずっと気になってたカフェなんよ。ここ全体のスペースのことをマイクロフード&アイデアマーケットっていうらしくて、その中に城崎コーヒーが入ってるよね。世の中でこれからもっと日の目を見るようなものがここには集められていて、おいしい。ねえ、これ見て。私初めて見たんやけど、アートブックの自動販売機、ガチャガチャ方式で何が出てくるか分かんないんだって。1回1000円でやれるらしいんだけど、フォト、アート、サプライズっていう欄があって、自分の好きなところを押すとその商品が出てくるんだけどね。何が出てくるかわからんのよ。何にしようか迷ったけど、私はフォトを選びました。写真集が出てくるみたいです。初めての体験。これこれ、こういうパッケージで入ってるんだけど、どんな写真集が当たったんだろう。楽しみだな。こんな感じで手で下げられるショッピングバッグになってる。早速中見てみよう。素敵。このまま飾っててもインテリアになりそうなぐらい。どなたの写真集なんやろ。なお津田さんの写真集ですね。タイトルはこっちか。長。おお、大自然。どこだろう。インドかな、この川は。民族の写真集だね。赤がポイントになってて、ちらっと。後書きでテキストも載ってる。ミャンマー北部からインド国境を越える密林に長と呼ばれる人々が暮らしている。あ、長。だからタイトルが長。初めての出会い。こういう新しい出会いをするためのガチャガチャはね、後でゆっくり読もう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。